ベリー・ファン・アーレはオランダの元サッカー選手。ポジションは MF、DF。ファン・アーレは1981年に PSV、アイントホーフェンで選手経歴を開始した。主に右サイドバックを担当していたが、1985年にベルギー代表のエリック・ゲレツが加入すると出場機会を失い、1986から87シーズンに ベルギーのロイヤルアントワープへのレンタル遺跡に出された。翌1987年に PSV へ復帰すると守備的 MF のポジションを獲得し、レギュラーに返り咲いた。PSV ではリーグ通算278試合に出場5度のリーグ優勝に貢献した。また1988年5月には UEFA チャンピオンズカップ優勝に貢献し、 同年12月のトヨタカップに出場した。選手経歴の晩年はヘルモントスポルトへ移籍し、1995年に現役を引退した。オランダ代表としては1987年10月14日に行われたポーランド代表戦でデビュー。1988年の UEFA 欧州選手権1988優勝。 1990年の FIFA ワールドカップイタリア大会ベスト16、1992年の UEFA 欧州選手権1992準決勝進出に貢献するなど国際 A マッチ35試合に出場した。引退後は古巣の PSV のスカウトやヘルモントスポルトのスタッフを務めた。ありがとうございます。